どうも、魔女めぐみです。今日は、アラフォー、アラフィフの人が、シェーディングを入れる際に、ここは入れない方がいいぞという解説をしていきます。人間は年をとってくると、どんどんとこの骸骨に近い感じの顔になってきます。この、こめかみの部分が痩せてきて、頬骨が出てきて、 この部分がこけてくるという感じになってきます。ということは、アラフォー以上の私たちは、その部分に影をつけると、ふけて見えてしまうということです。ふけて見えたくないですよね。くぼんできて、影になってきてしまった部分には、マットなハイライトで、ふっくら見せてみましょう。なんかこのエフェクト怖えな。 白いコンシーラーをつけてみましょうこんなふうにくぼんでる部分にハイライトを入れてそのほか出っ張ってる部分にシェーディングを入れるといいと思います。 ちょっと大げさな感じにやってみましたけどこんな感じです白でふっくら見せて黒でいらない部分をそぎ落とすというイメージです白いコンシーラーだと難しいのでまずはこのマットな白いハイライトでやってみましょうこのジュディ・ドールのハイライトとシェーディングのパレットがおすすめです 1点で売ってまーす。めっちゃ安い。みんなも光と影を操って若々しい顔を作ってみてね。魔女めぐみでした。この動画が良かったなと思ったら、いいねとフォローと再投稿よろしくお願いします。じゃあねー。